よし、ここまでだ。すごい。確かにかなりの脅威。その力まさに狂気。ではこれからの修行は。基礎能力は十分だった。ある程度の相手なら十分に戦える。よし。とはいえまだまだコントロール不足。不測の事態に即敗北。え、まだダメなの？じゃあどうすればいいんだよ。それをこれから伝授すんぜ。修行の成就はもう寸前。おお、ついてこい。修行はこっちでやる。こっちってわざわざ滝の中でやるんですか？滝の中は外のチャクラを遮断。修行に集中する有効な手段。そうだったんですね。というわけで、レッツゴーゴー、チェケラッチョ。ボス、あれ、ヤマト隊長はついてこねえの？ああ、これからの修行は二人に任せるよ。僕の力はもう不要だろうしね。キュービチャクラを完璧にコントロールするのは大変だろうけど、頑張るんだよ。おう、ありがとな。チャクラが遮断された場所にいる限り、ナルトに戦争のことを察知されることはないだろう。悪いが、しばらくはそこに留まっていてくれよ、ナルト。キサメのよこした情報によると、ここにナルト君がいるらしいが、さて。ん？やあ、目が覚めたかい？てめえは誰だ？僕は薬師カブト。わけあって君にはこっちに帰ってきてもらった。帰ってきた？ああ、そういうことか。へっ、ヒョロヒョロの割にやるじゃねえか。うん、理解が早くて助かるよ。まあ助かったのはオイラも同じだ。なんせ一度は終わった究極芸術の道をもう一度極め直すことができるんだからな。うん。で、それはそうと、ここにオイラを呼び出した理由は何だ？いや、実はこの島、ここに8尾と9尾がいてね、その二人を捕まえるのに協力してほしいんだよ。キュービ？ってことはナルトのやつか？ただ、まだ正確な居場所をつかめてない上に、どうにも厄介な忍びが近くまで。データルに！ここまでタイミングがいいと狙ってるとしか思えないね。なるほどな。確かに厄介な顔だ。てめえら二人がいるってことは。久しぶりじゃな、デイダラ。やっぱ嫌がるか。よく僕たちの行動を察知できましたね。キサメと言ったか。奴の侵入情報を耳にしてな。その時こそ殲滅はなったそうだが、どうにも嫌な胸騒ぎがしてならんかった。もし奴が情報を流すことに成功していたら、万が一の場合を考え、わしらは見張りに回ったんじゃ。なるほど、さすがは土影、素晴らしい勘をお持ちだ。けっ、無駄に長生きしているせいで、そういうとこだけ妙に鋭いぜ。うん。っていうか、なんで派手に爆死したはずなのに、なんで生きてるの？本当は死んでなかった、ダニカ？はっ、これは江戸転生とかいう術で生き返ったように見えるだけじゃぜ。まったく
死んでまで迷惑かけおって。うるせえ。死のうが死ぬまいが、てめえはオイラの芸術をいつもバカにしやがった天敵だ。ここでようやく恨みを晴らせるってもんだ。うん。さて、さっきの話の続きですが、デイダラ、君は…言わなくても分かってんよ。奴らはオイラが相手してやる。寝起きにはちょうどいい体操だ。うん。ではその人たちはお願いします。僕は人中力の捜索に集中しますので。ああけどな、ナルトは取っとけよ。あいつはオイラが始末するからよ。わかりました。ってわけだ。あいつを追いかけるにはオイラを倒すしかねえぜ。死んでなおわしの邪魔をするとは、お前のバカさ加減には呆れたぞ。あ？デイダラ、わしの恐ろしさを忘れたわけじゃねえだろう。けっ、てめえの方こそな、オイラをいつまでも昔のままだと思ってると痛い目見るぜ。黒土、赤土、あの青二歳を一気に潰す。わしに続け。戦闘開始。足寄りのてめえじゃオイラの相手になるでしょ。こっちが吠えるなデイダラ。まるで負け犬のようじゃね。いい調子だ。よくもわしに挑めたものだ。いくら強がったところでわしには到底及ばん。何言ってやがる。本番はこっから。ん、黒土がいねえ。今頃気づくとはな。やはりお前は青二歳じゃぜ。てめえ、そろそろ遊びは終わりじゃぜデイダラ。そりゃこっちのセリフだ。うん。そうか、
ナルトは B さんと滝の中で修行か。ええ、張り切ってましたよ。どうしました？いや、修行に集中することはいいんだが、あいつここでの任務を忘れてないか。まあ実際は監禁という名の任務だし、別にやることはないのだからいいじゃないですか。それはそうなんだが、複雑な気分だ。そういえばガイさんは？あの人は忍び連合からの召集があって、そっちに急行した。召集ですか。ということは、いよいよ開戦が近いってこと。なんだ爆発音。一体誰が。ヤマト、行くぞ。はい。しつこいね。逃がしゃしねえよ。年貢の納め時だ、この蛇野郎。ん？来たか。へえ、青葉もいるのか。その声はまさか薬師カブトか。久しぶりだね、ヤマト。のこのこ出てきやがって、おせんだよ。あんたは確か土影の孫娘だったな。ちょうどいい。君たちにはこれからナルト君の元まで案内してもらおうか。バーカ、そりゃ逆だ。お前はあたいたちに捕まって敵のアジトに案内する羽目になるのさ。へえ、それは気をつけないとな。青葉さんは他に奴の仲間がいないか見張ってください。カブトは僕と彼女で叩きます。わかった。ちんたらすんなよ。あんな奴相手に時間かけねえぞ。戦闘開始。お前素晴らしいだろ。オロチマル様の力が溢れてくる。そろそろとどめを刺しよう。ほら完璧。研究に使えそうだな。なんだこいつ。まだまだ。その程度では僕を止められない。以前よりも動きがつかみにくくなっている。木遁の火の意志もこの胸に引き継いでいる。勝負あり。よし、手応えありだ。これで終わりだな、カブト。
りめえだ。あれだけ痛めつけたんだぜ。ヤマト、油断大敵だったね。ヤマトはいただくよ。クソ、あいつまだ周辺にいるはずだ。そっちはどうだ。ダメでした。ああもう、なんでこうなるんだよ。逃がしたのか。ああ、ヤマトっていう木遁使いが連れて行かれちまった。そっちはどうなんだよ。それが突然消えてしまったんだに。デイダラのやつも足止め役に過ぎんということだ。役目が終わった今、カブトが術を解いたのじゃろう。しかし9尾と8尾まで深追いせずか。尋問用の人質目当てか、その木遁使いが目当てだったかは分からぬが、問題はそのヤマトから情報が漏れるかもしれんことだ。ヤマトは簡単に情報を取られるようなやつじゃない。そんなこと言っとんじゃない。相手がマダラなら強い道術がある。やつの道術にかかれば太刀打ちはできん。そんな。手土産がかなり違うようだが、キュービを連れてくるんじゃなかったか。確かにそうだけど、こいつはキュービの見張り役で機密情報も持っている。それにこいつがいればかなりゼツたちを強くすることができる。無理をするよりこいつを捕まえた時点で効率の良い方を選んだ。あんたたちにとってね。なら早くしろ。この左目が戦争を欲している。そうか、ヤマトが。まさかキュービを狙わず他の忍びを連れて行くとは思わなかった。とはいえ今の私たちではどうすることもでき。いずれ連れ戻せばいいのです。おおよその場所は分かっているのですから。そうでしょ、綱出さん。どういうことじゃぜ。あんたにはまだ話していなかったな。先日うちの偵察部隊が奴らのアジトを発見したと情報が入った。ほう。バツ印が敵のアジトと確定。山岳の墓場と呼ばれる場所だ。ここからじゃと湯隠れと下隠れが挟まれる形になるが。ええ、ですのでその二国にはすでに避難勧告を出しています。なるほどの。それでわしらの準備の方は。すでに奇襲部隊には招集をかけ、戦闘大連隊も組ませてやる。医療、情報、感知に関しても同様だ。忍び連合としてすぐに動くことができる。準備万端ということか。土影、これはあんたの分だ。おお、もうできていたのか。はあ、これが忍び連合の額当てか。なかなかじゃぜ。それがしがデザインした。かつて争いあったあなた方も今やただ一つ忍びでござる。さらに今忍びと侍とが手を組む。さあいよいよでござる。第四次忍界大戦、我々が勝つぞ。戦律が世をかける。金箔が時を焦がす。空は触れ、地は沈み、人はただ予感する。戦乱の予感。にじり寄る脅威に忍びたちはここに立つ。勇も邪も、鬼も絶も、
時は満ちる。今こそ戦いの時、今こそ開戦の時。連隊長があんな若造で大丈夫か。ガーラ様はその辺の若造とは違う。何も知らぬくせして勝手なこと言うな。知るわけねえだろ。ついこの間まで対立してた奴らのことなんてな。口の利き方に気をつけろ。ぶっ潰されてえのか。それはこっちのセリフだ。俺の親父はお前たち砂にやられた。ここで仕返ししてやってもいいんだぞ。はあ、どうやらそう簡単にまとまることはできないようだな。当然だ。これまでの歴史上、各社とは常に争い続けてきた関係だからな。さて、この状況をどうなされる、戦闘大連隊総隊長殿。自国自里のために第一次から第三次までの長きにわたり、忍びはお互いを傷つけ憎しみ合ってきた。その憎しみは力を欲し、俺が生まれた。かつて俺も憎しみであり、力であり、人中力であった。そしてこの世界と人間を憎み、滅ぼそうと考えた。今暁がなそうとしていることと同じだ。だが木の葉の一人の忍びがそれを止めてくれた。その者は敵である俺のために泣いてくれた。傷つけた俺を友だと言ってくれた。彼は俺を救った。敵同士だったが、彼は同じ人中力だった。同じ痛みを理解し合った者同士、わだかまりはない。今ここに敵はいない。なぜなら皆暁に傷つけられた痛みを持っている。砂も岩も木の葉も霧も雲もない。あるのはただ忍びだ。もしそれでも砂が許せないのなら、この戦争の後に俺をやればいい。俺を救ってくれたその友を今敵は狙っている。彼が敵に渡れば世界は終わる。俺は友を守りたい。そしてこの世界を守りたい。世界を守るには俺は若すぎる、浅すぎる。だから皆の力を貸してくれ。まずは元暁のメンバー、
そして元人中力のメンバー、さらに元五影前任者たち、最後にその他諸々名のあった手だれたちだ。どうだい、そうそうたるメンツだろ。それにヤマトの木遁チャクラを使って絶も強化することができた。もちろんこの地下にいる約10万の絶を含めて、ね、戦力は十分に揃ったわけか。君の方は確か死水の目を手に入れるため団蔵の体を手に入れたとか。あれは回収することができなかった。団蔵め、こと切れる前に己の光を潰すとは。それは残念だ。彼の目があれば戦況はさらに有利に運ぶはずだったのに。まあいいか、あれがなくともこちらの戦力は強大だ。万が一にも敗北はありえない。気を抜くな、奴らも相当の戦力を集めている。分かってるさ、けど僕らが有利な状況にあるのは間違いない。そうだろう。いよいよだな、行くぞ。開戦だ。第6章開戦。ここはもう敵の領地内だ。周辺への警戒を怠るなよ。はい、了解。ここまで大きな動きなし、周囲に異変はない。だが得てしてこういう時が。今ので数人やられた。くそ、挨拶のつもりだったんだがな。お前らにはちょっと過激すぎたか。ん、派手好きなのは相変わらずか、デイダラ。お前は赤砂のサソリか。久しぶりだな、カンクロウ。ああ、お前、あん時旦那がぶっ倒した雑魚か。ここまで敵地に入り込んでくるとはな。どうやらお前たちも奇襲部隊のようだな。奇襲部隊同士がこうして勝ち合うのは珍しい。ってことはここを制した方が今後の流れを有利に運べるってことか。うん、ならこの戦争をもらったな。てめえら雑魚にオイラたちの相手は荷が重すぎるってもんだ。うん、一度舞台から降りた者に二度もこの世に立つ権利はないじゃん。とっくに古い時代は終わった。今の新しい時代にあんたたちの術は通じないぜ。おおおお、雑魚のくせに一発の大口叩きやがるな、カンクロ。そこまで吠えるのなら俺を相手に証明できるんだろうな。お前の黒ひげが俺の赤ひげを超え新しい時代が来ていること。あいつ仲間の体を。当然だ。